ちゃう。こんにちは。さあ、ゆたかさん。こんにちは。こんにちは。直樹マンさんですね。直樹マンさん、ね、大好き。はい、好き、ね、大好き。大好きですか。ちょっとまた他の方の YouTuber の方の挨拶とか今度モノマネでやってみてくださいよ。そう。はい。ハロー YouTube はね。ちょっとそれ。堀江さんだからな。一回でもいいじゃないですか。こんにちはっていうのに。直樹マンさん好きですよね。大好き。さあ、はい、豊さん、2月の15日に、はい、注目の練習試合ありましたね。あ、巨人対日本。そうです、そうです。見たよ。見てました。見た。で、もう戦う前からもちろん、はい、もうスタメンドンとお互いに出していて、新庄監督は戦う前にこのスタメンでいって4対3で僕らは負けるっていう風に宣言していたら、負けるって宣言する監督も珍しいけどな。ないですよね。初めてです。ただ、日本ハム勝ちました。まあ最後ね、5得点入れた。でも最初の頃4対3になってたんだよね。あれとか思いながら。すごい。思ってたけど。予言者かって。なあ。はい。ひっくり返してな。ひっくり返して。勝ったけども。そうですよね。で、その時の、はい、まあ、スタメン、日本ハム、まあ特にまあ若手選手もちろんドドドッと並べてきていますけれども、巨人のスタメンがほぼほぼ新しいメンバーというか、そのでこう並んできてたので、はい、これは原監督が例えばちょっと近未来こういう風にしていきたいよってことなのかなとか。一番誰？まず1番が、ライト八百板選手。八百板ね。2番セカンド広岡選手、はい、で3番がセンター秋広選手、はい、で4番ファースト北村選手、はい、で5番に DH で大城選手、はい、で6番キャッチャー岸田選手、で7番レフト石川選手、はい、で8番ショート中山選手、で9番サード勝俣選手で、先発は戸郷投手でした。さあ、このずらっと並んだのを見て、はい、近未来、近未来、ま、ないね。ちょっと待って、ない。いや、これは、はい、もう単純にキャンプをどう過ごしてますかっていうふるいにかけるオーダーだよね、はい、なるほど。結果出なかったらもう徐々に落ちていきますよって、ファームに行かざるを得ないよっていうような、はい、そういうメッセージのあるようなオーダーだよね。例えばこのショートに中山選手が入っているんですけれども、はいはい、これは例えば、まあ、坂本選手が、まあ、今後もちろん年齢的にもってこともなってきたときに、なんとかうまい具合にこう入れ替わりたいなっていうショートのポジションでっていう期待の表れなんですか、それとも違う。まあでも湯浅とかそういう選手もいるし、わからないね。これは今のこの段階を俺見る限りでは、はい、やっぱもう結果が出なかったら落ちますよっていう、もう大体巨人は決まってるじゃない。まあそうですね、大体ね、14、5人は決まってるよね、野手は。この中から、まあ、ふるいにかけて何人ぐらいは残しておきたい。まずはやっぱオープン戦だよね。オープン戦に4人、はい、4人、うん、4人ぐらい残しておきたい、うん。まあ、この中で言えば秋広、はい、まあ、広岡はもう最初から残るかわからないけど、はい、うん、まあ岸田、はい、大城選手もそうですね、残りますね。八百板選手結構、まあ八百板はバッティングはすごくね、はい、広がるものがあるし、はい、いいと思うけど、はい、ただその外野の兼ね合いだよね。そうなんですよね。で、松原選手は2月11日の試合で結構3三振とかあったんで、ちょっと1回外すみたいなことを原監督おっしゃってたんですけど、いやだけどさ、松原がパッと出てきて、はい、センター前を打って、ね、チャンス広げて、はい、吉川がまた代打で出てきて、うん、外野ぐらいで1点取るって、やっぱね、経験とかが違うと余裕があるよ。なんかそう、見せつけられたような感じでしたよね、あれは。俺ら違うよっていう、ちょっとやっぱり。なんかな、はい、違いを見せたというか。はい、だから頼もしく見えたけどね。そうですね。このショートに入ってた例えば中山選手、あとサードの勝俣選手あたりはちょっと、まあ、当落状といったら変ですけれども、どうなんですか、まあ、微妙というか。まだ無理かも、ね。まあ、それだったら秋広だったりだとか、はい、そういう人間の方がチャンスはあるかもね、うん。まあ、秋広は外野もやり、はい、ファーストもできる、はい。まあ、ファーストはね、中田翔がいる、中島がいる、はい、時にウィーラーも来ます。まあ、ウィーラーもいるしな、だからそういう意味でも難しい、うん、ただセンターに丸がいるし、そうなんですよ、ね、外野にレフトウィーラーいるし、はい、松原もいるし、で梶谷選手、梶谷もいるし、いやだからフルで埋まってるんですよね。いやだから本当にね、決まってんだよ。だからふるいにかけてんだよ。今年も新しいルーキーがドラフトされるわけだから、はい、そうですね。もうそんな悠長なこと言ってらんない。もういきなり出てレギュラー取って変わるぐらいに頑張らないと。そうですよね。原監督って大体そういう思い切りがある監督なんで、はい、
はい、まあ、坂本をパッと見つけて育てたようにね、うん、だそのぐらいのことを見せつけていかないと、うん、なかなかレギュラーにはこんなんからなれる人っていうのは難しい。ってなると今の固まってるポジションを考えたときに一個も空きがないように思えてしまうんですけど、まあ、だからそのこれから年齢と戦う坂本、うん、はい、そこに4分の1でもいいから食い込んでおくか、うん、はい、ね、吉川怪我が起きたときに自分が取って変わって入れるかみたいな、うん、はい、まあ、そんな感じだよね。そうですよね、もうドンと最初からいけるっていうポジションがないだけに、だからもうふるいにかけられてるのが必死だよ。 そうです、ね、その中ではやっぱり松原がセンターマン打ち、はい、吉川が外野フライで返すという、はい、その違いを見せつけられた時には、はい、やっぱまだまだ差はあるなと思うよね。そうですよね、現にまあ日本ハムにまあ負けてしまったっていう、まあ、負け勝ち負けでこの時点ではやってないから、うん、まあ、負けたのはいいんだけども、はい、ただやっぱもう期待されてる、ね、抑えで出てきたドラフト1位、はい、平内が、はい、まあ、やられるというね。結構原監督はちょっとご立腹ですかね。立腹はしなくてもがっかりはしてると思う。ただやっぱりね、バッターの特徴、はい、日本ハムのどういう風な戦略で戦ってきてるかっていうと、とにかく初球がテーマだったと思うんだよね、うん、打者は、はい、初球から何でもいける準備をしなさいと、うん、ストライクだったら行きなさいと、はい、ボールだったら見逃してもいいけど、うん、初球ストライクって振れるって思ったら振りなさいみたいな、うん、だからすごく1球目から集中力が高かったんだよね、はい、それをなんでか知らないけどポン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 ストライクから入っていくわけよ。巨人ピッチャー初球からパン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 打たれるわけ、はい、その勢いとか流れとかっていうのは俺時間だと思ってるから、はい、時間だっていうのは短時間に勢いをバンと与えるっていうのはやっぱ初球から振るとどん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 こう勢いが増してくるわけよ、はい、それがヒットになれば、うん、完全にそういうことをやられてるのにもかかわらず、うん、他のピッチャーもそうだよ、はい、他のピッチャーが投げた時もとにかく初球から振ってくる、うん、それを見てたのか、うん、でキャッチャーが感じててボールから入るっていうことができないのか、まあ、そういうところがちょっと不満だったな。あ、もうちょっと頭で考えて野球をしないと残れないよというか、必ずストライクは取らなきゃいけないんだけど、はい、ボールでボールボール逃げてたら余計苦しいのは分かるんだよ、はい、分かるけど初球をもっと丁寧に入れないのかなとか、うん、勝負球みたいに入っていけないのかとか、だからまあそれは言えばもう技術がないのかなっていうふうに思わざるを得ないし、それを感じて乱れてるんだったらいいけど、感じないままパカ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 打たれてるようじゃさ、怒るというよりもちょっとがっかりだよね。何を思って試合をしてるんだって話になってしまいますもん、ね、だってさ、例えばね、はい、7回、8回、9回に出てくるピッチャーだとか、はい、バッター、代打ね、特に、うん、でもどういう傾向で相手がやってるとか、どういうリードの偏りが出てきてるっていうのが、はい、ずっとやっぱり見てなきゃいけないんだよ、うん、でブルペンでヨーヨーする、で9回からもう決められてるわけだから、うん、だからモニターを見てる時間もあったと思うんだよ、はい、7回ぐらいまで。そしたら日本ハムのバッターの特徴今日何だと、そしたらもう初球打ちだと、うん、いうことじゃない。そしたら初球にもっと丁寧に入る、だから打たれるっていうのはもう技術がないっていうこと。そうなってきてしまいますよね。いやもうそういう評価しか下らないよ。であそこでその9回に出てきて失点してしまったってなると、本当に次じゃあいつまたチャンスをもらえるんだろうって話になってきちゃいますね。ちょっと厳しくない。いや、やっぱり若手いっぱいいるもん。そうなんですよね、うん、枠もかもちろん限られてますし登録も。いや本当、うん、だからそれはなかなかねチャンスはもう回ってこないかもわからないけども、はい、やっぱりそれを反省するんであれば自分の技術もしっかり、でもちょっとした考え方で野球が変わるということで、はい、うん、だから、まあ、そこら辺をもう少し楽に投げるためには、はい、頭の整理と、ね、思考をしっかりしたものを持たないと、はい、野球はいつまでたっても楽にはなってこない。そうですね、うん、特にやっぱりそういうフレーにかかるようなその若手の選手たちにはそういう、こう試合で反省点を次、じゃあそれをどう生かしていくかということをやっぱり学んでほしいっていうのが監督もコーチもあるでしょう。そうだね。これは振りかけられるのはオープン戦の前までですか、こういうこの若手の選手たちは。徐々に減っていく。うわ、最初は多いよね、はい、若手だけで来る。そうですよね、練習試合とか。次の日今度の、まあ、YouTube ライブやるときには、はい、多分その若手が半分ぐらいになってる。
1試合必死ですね。オープン戦に入る頃には3分の1になって、じゃあオープン戦もまだ猶予はあるんですよね。で猶予あるけども、はい、そこまでに結果を残さないと猶予はなくなってるっていう。一試合一試合何を思って何を考えながら野球をそうだね、していくかっていうのが考えてきますね。まあ中日みたいにグラウンドの中で笑ってる場合じゃないぞって、はい、勝負だからって、はいね、もう思うし、はいね、力を出すためには新庄ビッグボスみたいに、はい、なんかもう笑って、ね、すごいですよね。点取ったら頭抱えてるみたいな。なんで自分とこが点取ったら頭抱えてるの、まあ、俺の予想が外れたみたいな、はい、そんな変なことするんじゃないよみたいな、はい、でも喜んでたけどね、はい、だからそういう雰囲気がいいのかな、まあ、ちょっとわからないけども、うんはい、だけどやっぱり勝負に勝っていくためにはさ、うん、やっぱり必死さっていうのがね、はい、すごく大事だから、うん、そういうものをこう前面に出して頑張ってほしいと思います、はい。